株式会社フォーキッズの代表取締役 CEO の本山克弘です。ハーバードの教育大学院というところを留学して卒業したんですけど、その時からですね、今に至るまでずっともっと新しい子どもたちが楽しみながら好奇心とか創造性とかを伸ばせるような、そういうプラットフォームを作りたいなとずっと考えてたんですけど、12歳以下が使える SNS がどこにもなかったんですね。だったら自分が作ろうということで、子どもたちが安心安全に使える12歳以下でも使える SNS を作ろうというふうに起用したというのが経緯になります。大手の SNS って13歳以上しか利用規約上使えないということになっていて、じゃあ12歳以下の子どもがインターネット使ってないといったらほとんどみんな使ってるんですね。でそうすると子どもたちもやっぱり SNS 使いたいというふうに当然なるので、実態は使ってるんですね。で結果的にじゃあ安全じゃないものを使ってるのに何が起きてるかというと、一つは性犯罪で、もう一つがいじめですね。これが深刻なケースになると自ら命を絶ってしまうという、そういう深刻な社会問題が起きていて、それに子どもたちが巻き込まれてしまっているわけですね。その課題をまさに解決するためにフォーキッズを開発いたしました。で具体的にはですね、15歳以下の子どもたちと、その親が使える安心安全な SNS アプリになっています。弊社のまず強みとしては子ども向けの SNS やってるところがほぼないんですね。その大人もたくさんいろんな人が集まってるのは既存 SNS でありますけど、その中でじゃあ弊社を何で選んでいただけるかっていうと、同世代と仲良くなって同世代とつながれる、しかも安心安全につながれるっていうのは弊社のみなので、やっぱり子どもたちはその弊社のアプリを選んでいただいているという状況かと思っています。実績としましては今4万ユーザーに到達をしました。あともう一つやっぱり投稿数と、あとそのコメントのやり取りの数っていうのがすごい急増して、指数関数的に今伸びている状況ですね。収益化としてビジネスモデルとしては企業さんといろんな形でタイアップをしていきたいなと思っています。子どもが集まるメディア媒体としてそういった企業さんとタイアップしていろんな企画が作れるかなと思っています。今も実際に広告を出していただいているプログラミング教室のところもあるんですけど、せっかくプログラミング作ったその成果物をそれで終わりじゃなくて、やっぱり投稿することでそういう成果物アウトプットをグループ単位で出してもらうというようなことをまた広げていきたいなと思ってます。そうするとこう100万ユーザー見えてくるわけですね。でもう一つ重視しているのは学校にもその段階でアプローチしようと思ってます。あと長期的に目指していることとして、すでに6言語でグローバルで配信を始めていて、海外ユーザーもつき始めているんですが、世界ナンバーワンのキッズプラットフォーム、子どもたちにとってのオンラインプラットフォームにしていくというところを目指して取り組んでおります。ファンディーノの投資家の皆様、弊社は子どもたちの可能性を無限に引き出す世界中のつながりを作るというミッションの達成に向けて取り組んでおります。そういった意味で今回ファンディーノを通して子どもたちのことを思う、未来のことを思う投資家の皆様と一緒にですね、このフォーキッズを育てて、ミッションを達成に向けて取り組んでいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。